くだりのたけしが決めるぜ baby to life。 はい、始まりました、山崎たけしチャンネル。今日はですね、スペシャルゲストということで中日ドラゴンズの福留孝介が来てくれました。はい、よろしくお願いします。お願いします。いやー、もうどう、孝介との付き合いももう22年だよな。22年ですね、うん、もう99年。そうだよね、あの年だってドラゴンズで優勝した年だよね。そうですね、僕が入って1年目で優勝した年だったんで、うん、まあでもあれだよな、プロに入る時もいろいろあってさ元を思えば、だってあれの当時は近鉄に交渉権持って、そう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 、でそれで日生行った、日生行ったんだよね。そこで日生行って、うん、で日本生命で3年やって、うん、で来たんで。もうあの時はどうなの、やっぱドラゴンズしか行きたくないって気持ちがあったわけ。いや、高校の時の最初のドラフトの時は僕、うん、パリーグのこと全く知らなかったから逆に言えばもうセリーグだったら多分行ってたんですよ。あ、そうか、可能性はあったんですよ。まあでもまだ俺らのね時代でもやっぱパリーグ行くのってちょっとどうなのかなって、まあ、正直言ってそういう時代だったよね。そうですね、だから、うん、全然知らなくて、で、うん、パリーグってなって、で次、もう次の時には、うん、僕らはまだその時にちょっと逆指名が、あ、逆指名制度か、はい、僕はもう逆指名制度があって、で最後までずっと声をかけてもらったのが中日だったんで、うん、じゃあ相当その時の星野さんにはラブコールを受けたな。そうですね、もうちょうどもう本当に高校の時も星野さんでしたし、うん、で逆指名する時も星野さんでしたし、うんうんうん、だけど今思うとさ、やっぱお前ついてるよな。そっちの意味がさまあ何はともあれやっぱり優勝するっていうのはなかなかこれね、だって俺27年やって優勝に携わったの1回だけやで、ね、99年の優勝だけやって。あ、そうなんですか。だって88年はまだ2軍は入ったばっかりだったからさ、あ、だからあれの1年だけだったよな。でもあれも骨折しちゃってさ、最後の試合ですよね。そうだよ、あれ笑っちゃったけど、今でも覚えてますよ最後の試合。あ、ピッチャー誰だったか知ってる。いや、あの時エイジさん違うよ、俺があの骨折した時だよ。あ、マサさん。そうだって、マサさんなんだよ。で、あれランナーをぶつかったのが真中でさ。あ、そうですよね、うん、で、あの時もね、もうあれで日本シリーズ出れねえと思って、みんながあの当時赤坂プリンスのね、あのプールでさ、うん、みんなでさ、やりましたね、はしゃいでたの俺はもう遠越しに見て何をやったのかなと思って。あれでもあの祝勝会間に合ったんですっけ、病院から。いや、そうそう、病院から行って、俺もうね、あの時ね、あの麻酔垂れててさ、もうフラフラになって帰ってきたの。あれがっつり打ったらもう祝勝会行けないって言われたから、もうあの時ずっとボーっとしてね、なんか空飛んでる感じだった。プールサイドにボーっといましたもんね。そうお前ら楽しくやってたけどさ、まあそんなんだよな。まあ孝介との出会いがあったんだけど、どう、ドラゴンズ入った時ってやっぱこうどういう雰囲気だった。いや、僕入った時やっぱもう、うん、やっぱもう結構年齢上の人が多かったんで、まあ、個性はあったよねみんなね。いや、個性しかなかったですよ怖い先輩もたくさんいたしな。いや、みんないましたよ。まあでもやっぱり直属はね、立浪が、そうですね、僕の一個下なんだけど、まあ、立浪がいたんで、まあ、チームのまとめ役だったもんな、うん、だからちょうどまだあの頃だと愛子さんとかもいましたしね。いたな、いたな、はい、あと誰いた。愛子さんいて、中村武さん、中村さん、マサさん、マサさんで、おとさん。あ、おとさんか、はい、意外と古いね、やっぱりな。もうおとさんいましたもん。あ、おとさんもおと、はい、あ、そうか。99年のさ、はい、優勝した年 の、 あの開幕からあれ11連勝かなんかしたんだよね。11連勝です。で、あのままの貯金作って優勝したんだけど、あの11連勝がなかったらもう正直優勝できんかったよな。いや、できてないです。夏場に1回ガタガタって危なかったんですよね。で、みんなで本当に優勝できんのかな、できんのかなって、あのロッカーでな、みんなで心配しての、あの夏場もう負け出した瞬間に、うわ、これダメだと思って。おー、そうだよな。だからあの時に星野さんがもう、あの年はよー星野さん怒っとったもんな。
だから夏場負け出した時に、うん、何するかっていうと、もう名古屋ドーム帰ってきてバッティング練習もせずに、てめえら体力ねえんだ走れって言われて、あれ優勝の年だっけ、あの JT のグラウンド、そうそうそう、まだね、延々と走らされた時、今のあのイオンのあるところにね、そうそうそう、あそこ空き地があったんだよな、そこの空き地で延々と走らされて、それあの年か、だってあのバッティングコーチまだ水谷さんだったんですもんまあね、はい、そうだったな、で僕らもうぜいぜいってみんなもうだんだん上の人たちからどんどんちょっとずつこう入ってて、でも最低でもみんな1時間ぐらいはみんな出してて、いやいや、あれ真夏の炎天下で、あれ斜めにな 100m ぐらいあったところずっと走らされて、はいはい、いや今じゃあんなことやる監督って多分いないだろうな、それでその頃なんてみんなこうペットボトル自分で持っていくとかなかったじゃないですか、なかったもうだもうトレーナーとか誰も水も持ってきてくれないし、うどうすんのこれとかって言って、もう星野さんが仁王立ちしてな、そうか、あれ優勝した年だったか、でバーってやっともう終わったって言って、上の人たちがみんなちょっとずつ上がっていって、うん、で最後若い僕らがこうやって上がって、やっと終わったって上がっていった時には、うん、水谷実相さんが腰にタオルを巻いて風呂から出てきて、うう疲れって言った瞬間にクソーとか思ってまあでもな、昔はそういうコーチっていうか、まあそれがいいか悪いかわかんないけど、もうやっとけってそれで終わってたよな。そうでしたね。今みたいになんていうの、コーチが手取り足取り教えてくれなかったよね。いやもうそんな、もう一個ずつこう、うん、なんすかね、噛み砕いて教えるっていうのはなかったですね、うん、だよな。まあそっから康介も始まって早もう20、今年3年目、23年目ですね。そうか、じゃあまあもうだって今年44で、44ですね、44の年、44の年、そうか、まあ、コウスケかねてからな、俺は絶対超えたいって言ってるから、あと2年やんなきゃ、来年もやんなきゃいけないと。そうですね、まあ、来年以上やってもらわないかな。とりあえず今年頑張らないことは来年ないですけどねまあそうだなまあでもそんな出会いで、まあ、23年コウスケと付き合ってるっていうことかな。はい、大好きな野球の話をお届けするため山崎たけしチャンネル始めました。ぜひ見てください。登録してね。